もうふらふら間違った方に行かないでよ。さてはお昼ご飯のこと考えてるだろう。ここはですね、一番最初のところで、あのセルカのとこ行く前にミオソティスでキルトの剣取りました、はい、いろいろ人海でもいろいろ準備しないとねっていう時に、一回カーディナルが、お前はちょっと休暇行ってこいよと、で行ってルール行ったら何3人で里帰りをするみたいなシーンですね。だってキリト、ほら教会行こう。がぜんやる気が出てきた。何してるんだユージオ君、アリス君。すぐそう、ほら早く帰るぞ。すぐ俺たちのセルカが待ってるじゃないか。呆れた。見てアリス、世界の危機を救った少年とは思えないよね。本当ですよね。本当ですよ。ユージオ、キリトには教育的指導が必要なようです。言われてますよ。教会の手伝いもしっかり監督していきましょう。いやいや、指導が必要なのはそっちだろう。カーディナルが気を使って俺たち3人にくれた里帰り休暇だぞ、うんうん、緊張の連続だった毎日から解放されてルーリットの村で過ごす休暇、最高じゃないか。ゆるく行こうぜ。俺が休みの過ごし方を教えてしんぜよ。お前の過ごし方は気を緩めているというよりは堕落です。なんか奥にいましたね。いますね。はい。おや？誰だこいつは。誰だ？誰なんだ。お、なんか鳴り響いてますね。何かしら。あらあらあら。あ、ビビるな。お、ビビるんじゃねえ。声が聞こえましたね。今までずっと一人で戦ってきた。何のためだ。この時のためだ。ここは誰の出番だ。ガリウドの出番だ。ああ、そうだ。俺の出番だ。だったら、俺がやるべきことは一つ。盛大にぶちかませ。獣ども、狩りの時間だぞ。